八農園の重田拓也と申します。僕はこの八農園の15代目になります。今は父親と母親と一緒に家族経営で、お茶の栽培、製造、販売まで行っています。今から27年前に、オーガニックに切り替えて以来ずっと、化学肥料とか農薬を使わずに、栽培をしています。そこはみんな重田なんですよ、名字が。で、重田さんって言ってもどこの重田さんか分かんないんで、みんな屋号っていう家の呼び方があって、で、うちは伊八だったんですよね、 おじいちゃんの名前で。だからそれをもうずっと使い続けてて、で、伊八農園っていう名前はそこから取りました。当時農薬使うって当たり前だったんだけど、もっとね、今よりもその農薬の使用基準とかが緩くて、だから今では考えられないような農薬を多分使ってたんですよ。その自分の命をそこまでして削ってまでやるのっていうのと、その農薬がバーってかかったお茶を収穫して洗わずにそのまま作るじゃないですか。そうだから、どうせそういうものを作るんであれば、自分たちがちゃんと健康でいられるもので、お客さんにも安心して飲んでもらえるようなものを作った方がいいんじゃないっていう考えで、この葉っぱの状態を見ると分かるんですけど、葉っぱが食べられる時期とかがあるんですよ、虫に。その時はやっぱこっちの畑と向こうの畑は畑の色が変わるんで、こっちは虫に食べられてるねっていう。しょうがない、それは虫も食べたいでしょうしこのうちのお茶を飲んでいい時間を過ごしてもらいたいなっていうのがやっぱ一番あって、だからそのためのオーガニックでもあるし、そのための、肥料設計、おいしいものを作るために自分たちで考えて作ってるところもあるし、大変だけどお客さんが喜んでくれるのを喜びとしているところもあるし、ここにしかないこの景色を楽しんでもらうためにテラスを作ろうかなって思った。今これが1番茶で、2番茶が6月後半とか7月なんですけど、農薬をかけないとなかなか2番茶の頃になると虫にやられてしまう。なので、収穫量としたらあまりたくさんはこう全部は刈らない。で、紅茶を作ったりとか2番茶で、はい、うちはうちの場合は、はい、伸びてると新茶の芽がもっと大きくなったと、大きくなってるともう本当にこの半分くらいをバリバリ買ってしまうんですけど、ちょっとまだ小さいなのでちょっとずつこれで今日の収穫は終わりで、これから工場に行って荒茶を作ります。
熱風を送りながら中でこういう撚り手っていう手が回ってるんですよ。それで葉っぱの水分を絞り出しながら乾燥させていく。ここで本物が終わったお風呂を下に落ちてで運ばれて、こういう状態で落ちて、これが10年機っていう機械で、さっきのチョッパーの芯の方にある水を、この重りをウェイトをかけて絞り出す、グリ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 、そういう機械。これはまあ基本的には同じで、風を送りながら乾燥させていく。で、なんかこういう手がついてる。モモピタンっていう書いて中盤なんですけど、この手とこの板の間にお茶が入って、こうやって揉み込まれていく。揉み込みしながら乾燥する、そういう機械。で、ここから終わったらドーンと落ちて、ここに落ちてくるんですよ。まだ固まってる。まあ、これ機械入れると溢れちゃうんだけど、これは人間がこう届いてやればいいんだけど。で、このカゴに入ったお茶を機械に入れて、この機械は最終的に細長く夜機械でお茶の形を決める機械。今はみんなこうなってるけど、これがだん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 伸びてくる。製造日とロット番号と品種と量を記入して、オーガニックですよっていう認証を取ってるんで、その認証団体の名前とジャスマーク、これが日本のオーガニックの印。毎日作業記録っていうのをつけるんですよ。で、まあ何月何日どこの畑でどんな作業をしましたっていう記録と、あとは収穫の記録をつけていて、で、この収穫をするときに使った機械は何でしょうかっていうのを全部チェックして、あとはこの畑で作った、この畑で採れたお茶を何月何日に加工、この場所で加工しました。使った機械はこれです。農薬の抵抗性はないもんで、ファイトばっかりはちょっとお茶が弱っちゃって、それも元に戻すのに大変っていうかね。最初は普通のね、オーガニックじゃない観光栽培でやってたんだけど、途中からオーガニックにしてもう30年近くだって、子供はね、アトピーになったり、ちょっと病、小さい頃その病気とかね、あって、ちょっと健康にちょっと気をつけるようになって、で、いろんなオーガニックにしてみようかなってなって。作ってるお茶は、かぶせ茶と、煎茶、玄米茶、あと紅茶です。で、まず、かぶせ茶っていうのは、こういうお茶の木の上に収穫の2週間前から日光を遮るシートをかけるんですよ。黒いシートを。それで日光を遮るとお茶のこの緑色の成分があるんですけど、それが
いっぱい葉っぱの中に溜まってすごい濃い緑色になるんですけど、それがうまみの成分なんで、それがすごい、蓄えられる葉っぱが作られます。まあ、煎茶は煎茶ですね、うん、浅蒸しの煎茶で、蒸し時間がだいたい21秒なんでかなり短いんですけど、そう、煎が効く4000ぐらいまで出せるんでみんなびっくりしますね、うん、結構出した時に色が薄く感じるかもしれないんですけど味はしっかりしてるんで、ね、玄米茶は、うちお米も作っていて、お米を無農薬でやってるんですけど、そのお米とこのお茶を1対1で混ぜてで、作っています。で紅茶は、緑茶と同じこのヤブキタっていう葉っぱと奥緑っていう葉っぱを使うんですけど、まあ、製造方法が違うだけで元の葉っぱは同じですね。だいたい70度ぐらいの温度で入れるのがベストじゃないかなって考えてます。なんでかっていうと、お茶の中に入っているカテキンとかカフェインとかっていう苦かったりとか渋かったりする成分はお湯の温度が高いほどよく出てくるんですよ。だからそのお湯の温度が低ければそういう成分がお茶っ葉の中に残っていて出てこないんですね。で逆にアミノ酸とかの旨味の成分はお湯の温度が低くてもどんどん出てくるので、その分その旨味とか甘みが強いお茶が味わえるようになるので、まあ低めの温度70度ぐらいの温度で入れるのが一番美味しく飲めるんじゃないのかなって思います。この畑にはお茶だけじゃなくていろんな種類の草も生えてるし、そこに草を食べに来る鹿とかも来るし、いろんな生き物と一緒にここで生活をしている、そういうなんかこう自然と共存しながらやっていくことがオーガニックの農作物を作るってことなんじゃないのかなって思います。